借金して、はじゃあ簡単なことばっか言ってんじゃないって。あった時考えて何事もやんなきゃいけないって分かんないの。皆さんこんにちは、ゆいチャンネルのいちろです。今日はゆいなにドッキリを仕掛けていきたいと思います。よいしょ、イエーイ。何回か動画にしてるので視聴者さんの中でもね知ってる人いると思うんですけど、ゆりなは社長令嬢なんですね。なのでそのゆりなちゃんの金銭感覚がどうなのかって分かるドッキリをね仕掛けていきたいと思います。内容なんですけど、このジャムライブというねアプリがあって、生ライブ形式のクイズアプリでクイズにね参加して全問正解者にはね賞金10万円をね正解者で山分けできるっていうアプリなんですけど、ここからがねドッキリの本題で、このクイズで負けたらね10万円をね払わないといけないっていうルールを立てて、もちろんねこれはね偽ルールなんですけど、僕がねそのゲームにハマってしまって負けてね10万円ね払わないといけない状況になってしまって、で10万円貸してほしいって言ったら貸してくれるのか、そんなねドッキリをね仕掛けていきたいと思います。いやどうなんだろうね。それじゃあねもうすぐで僕ん家にゆりなが来るので待っていきたいと思います。それではレッツゴー。うちもかった、これ食べた、ごめんね、食べた、ごめんね、食べた、ごめんね、生のってくるわ。うん、喉乾いた。はい、それではね今飲み物を取ってくるっていう手で出てきたんですけど、早速ねゆりなに話を持ちかけていきたいと思います。めっちゃ緊張する。はい、お待たせ。ありがとう。え、これ何？リアルゴールド。ほんとに？うん、めっちゃ嬉しい。俺飲んでいい？うん、うまっ。あのさ、どうしたの？すごい今から大事な話するんだけど、うん、ちょっと聞いてくれる？何？このタイミングで言うのもなんなんだけどさ、俺さゆりなにさ10万円貸してほしいって思ってて。10万円？そうそうそう。でなんでかっていうと、あのゲームで勝ったら10万円で負けたら10万円払わないといけないっていうゲームがあったんだけどさ、もう勝つ気しかなくて負けちゃって、そのゲームでまた取り戻せればいいかなと思って何回かゲームやってたらお金がなくなっちゃって、うん、こういうのを話せるのってやっぱゆりなしかいないからさ、それでお金借りたいんだけど。10万円？うん、10万円。そんないきなり言われても。そうだよね、だからそれなんだよね。だから俺も前から言わなかったのもすごい悪いんだけど、でもっていうかゲームに負けて10万円必要だから10万円貸してほしいっていう頼みはおかしいよ。自分で稼いだお金をどういうふうに使うかっていうのは人それぞれ自由だけどさ、そういう使い方をしてるとは思わなかったな。いや、もちろん貸さないよお金は。うん、いやでも本当に今回で最後だし。いや最初とかじゃなくて、まずそもそも10万円は貸さないよ。何かを買うとかそういうので貸してって言うんだったら返してもらえるって分かってるから貸すけど、うん、ゲームにお金をかけてなくしてそのお金をユリナに貸してっていうのはそれは貸さないよ。で、なんで10万円そんな簡単にかけちゃうの？もう金銭感覚おかしくなってんじゃないの？うん、すごい簡単だったから。いやー、そういうのはね、後先考えずにやっちゃう人だと思わなかったの、うん、ちょっとありえなくない？こういう風になることとかなんで考えてやらなかったの？そうだよね、うん、うん、そういう風に使ったお金なんだから人に借りるんじゃなくて自分でどうにかしなよ。そうしないと今後一緒に何事もやっていけないよ。うん、本当にどうしたの？ごめんって。あー、いや、おかしいでしょ。ごめんって言えば借りれると思ってんの？じゃあ、あのそんなに悪いと思ってないの？いや、持ってるよ、そりゃ。どうすんの？もう仕方ないから借金して。は？あともう借金するしかなくない？お金借りれる人にお金借りて。いや、簡単なことばっか言ってんじゃないって。でもそうするしかなくない？そういうことなんだって。後先考えて何事もやんなきゃいけないって分かんないの？付き合ってられないよ、それだったら。ちょっとそれはやめよ。これドッキリなの。今までのあのじゃ全部嘘なんだって。違うんだよ。破局の危機だって。あれね、あれね、あれね。別れるかと思った。ちょっと、いや、ほんとゆうながあんな残ってるの初めて見たからさ。マジビビった。怒るからね。あれ怒るはダメだよ。皆さんいかがでしたでしょうか？いやー、めちゃくちゃびっくりした。今までのドッキリの中で一番びっくりした。びっくりした。びっくりした。え、本当に嘘だよね。負けたら10万円払うっていうね、ルールはないんだけど、勝ったら本当にね10万円から30万円分ぐらいお金がもらえるっていうゲームがあるっていうのは本当。あ、そうなの？普段あるんだね、今のアプリ。いや、本当にすごい。
ドルね、無料だしね、しかもね。あ、そうなんだ。そう、毎日ね、8時半からあるんだけど、で、もうすぐで8時半じゃん。だからこれをゆりなと一緒にやりたいなっていうのを思って。え、今から？そう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 。ってことで、今からゆりなをね、強引にはなったんですけど、今からやっていきたいと思います。はい、ってことで、今ここに画面が出てると思うんですけど、始めます。え、すごい、めっちゃ人集まってるんだね。まだ始まってないのにさ、4000人ぐらい、多い時で1万人とか行くみたいだから、本当にすごいよね。あ、始まった。10問あって、10問正解したらってことか。そう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 。本当にこれハートがあれば復活することができるのか。そうだね、1回は間違えても大丈夫みたいな。お、1問目。ああ、これはね、さすがにね。え、こんなに簡単なの？結構簡単でしょ。いいな、こんなんで。まあそうだよね、これだけでさ、お金もらえるってめっちゃいいよね。しゃー。サカナクションも分かるんですか。あ、でもこれは俺分かるわ。イチロー問題じゃん。まあまあ俺問題ですね。よっしゃよくよく考えれば、できる問題がいっぱいだから、誰でもね、簡単に参加できるっていうね。よし、ターミネーターじゃないの？え、ET だって。 ET ターミネーターだよ。 ET だって、ほら ET だよ。ターミネーター。うわー、マジかー、ごめん。あ、ハートで復活できるのか。一回だけこれは一郎得意ものじゃない？いや、わからん。レモン汁じゃない？やべ、レモン汁かも。最悪、もう復活できないじゃん。よかった、これに10万円負けの設定がなくって。うわー、問題7問達成。だけど続けてやれるんだったらね、クイズは楽しいから続けよう。いろいろなんかあれだね、イベントみたいなのがあるらしくて、まあ今回はたまたま10万円だったんだけど、20万円の日もあれば。すごいね。だけど普通にクイズが楽しかった、ということでね、ジャムライブをやってみたんだけど、どうだった、こういうアプリがね、あるっていうのは知らなかったし、なんかお金がかかるから、最初はちょっと大丈夫なのかなって思ってたんだけど、10万円一人がもらえるわけじゃなくて、結構やってる人が多いから、ね、正解者も結構多いらしくて、そんなね、大金とかが大きくね、動くわけじゃないから、参加しやすいのかなっていうふうに思いました。そうだよね。ってことでね、今日のドッキリの結果なんですけど、社長令嬢の彼女は10万円貸さないっていう、ドッキリ結果でした。あ、そういうタイトルだったね。あ、そう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 。そういうタイトルです。親とか別にして、まあ自分は自分だからね。まあ、そうだね。10万円は大金だし、貸しません、絶対。ゲームだよ。まあそうだよね。ということでね、今回ね、ジャムライブ、ぜひね、皆さんも無料でね、参加できるということなので、詳しい詳細の方は概要欄に載せておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは、今日も最後まで見てくださり、ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンよろしくお願いします。SNS もよろしくね。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。